あのハウスの中にあると思うんですよ。段ボール2つ。はいはい。はい。坂田くんが今農協に取りに行ってるけども、数がですね、ちょっと余計貸しに行こうと大変で。これはね、そのさっき言った広い生産が、値段が。これ言い方の、前川清さんという歌を歌ってたんで、その人も知ってる通り、これね、うちの親で、私が修行してたところの、せがれが持った声なんですよ、作った声なんですよ。それを私が買い物した、買ったんですよ。だから75万で買って利益が、前川さんも知ってるけど、はい、その生産もしてて、俺が70万でしたって、5万円だけっていう値段をさっき言ったんですよ。でもきっと多分はいはい、変わる興味がないね。ルとかいう人に何か来たか、はい、武田です。はいはい、あ、ローさん、はい、さっきお電話しました。あ、昼食べるのは10時ぐらいでしたかね。はい、同時に